さあ続けていこうと思います。46巻です。実は45巻の続きからやっております。で今回ねつけるの、まあ、前回とね続きになってしまうんですけど、リーフスプリングの取り付けと黒いじゃないよ三連装ミサイルポッド、各後期型の、組み立てとなっております。じゃあやっていこうと思います。で今回はですね、その前回言ってたスプリングの部分をねやっつけていこうと思いますので、こちらですね。まあなんかね、二体面になっちゃうんですがね、それ以外のところは。まあとりあえずこれやっていきましょう。で、これと、この中に入っているこのネジをつけて、使いますよ、ということで、ちょっと準備をしますか。この二つを、ピッと、ふい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 ちょ、ふいと、やりまして、よいしょ。なんかもうでかすぎてホコリが乗る。ちょっと待って。このですね。要はこれのこの髪の毛があった。ちょっと待ってよ。こう見てのちょっと待ってよ。こう見てのここのこの部分にこれをこうするよという感じなんですが、この部分のここですね、下の方につけて、ちょっと下カメラ映ってねえかな、こんな感じで撮れば、あ、両方なんやダメじゃんか、まあ、こう撮ってですね。でもここでちゃんと、あ、なんか髪の毛ついてる。こうやって締めると歪みが取れていい感じですね。まあどうでもいいですけど、とりあえずつけていきましょう。これね、こうしてね、ちょっと待ってよ、ひっくり返さないといけないんで。おい、やった。いませんね、ちょっとねなんせね、机の絵がえらいことになってるんで。ういで締めると。で、そしたら今度こっち側ですねの位置も合わせて、ここっすね。なんか穴がうまく合わない。あった、あれ、うん、うん、あった、うん、ちょっと待ってここに入れる。ここっすいいよってると、まあシャーシがね若干こう歪んでいてもね、これで引っ張られるんで、結構これでバランス、ボディバランスがまた良くなるんじゃないかな。これは結構いい設計だね。ね、ここに今ね、昔の車というか、まあアメ車らしいというか、昔の車らしいというかね、こういう板バネのような感じでね、トラックとかね、今でもこういう感じになってますけどね、そんな感じになっております。よし、次行こう。で今度ミサイルの三連装ミサイルの、後期型バージョン、まあ一応今回ね前期で作っているので作る必要はないじゃないんですけど、まあね一応ねやっていこうかなと思います。まあほとんどが同じですね、組み立て感じっていうのが。よいしょ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 。まあ似たような作業をしていくのでね、どうでもいい話でもしながらやっていこうかな。どうでもいい話、この動画がアップされる頃にはもうお盆って終わってんのかな、どうなのかな、連休ねみんな終わってとか。まあ最悪あれかな、連休もう終わっちゃうみたいな、お休みがみたいな。大企業はあれだよね、お休み長いみたいな。ちなみに私はまだ分かってません。このね動画を再生されてる、あ、撮影している時の、まあ、今現時点なんですけどね、僕はまだ休みがいつになるか決まってないので、休みあるのかな。いや、
やだ、ちょ、よしよし、休みあるのかな、どうなのかな。多分中には私と一緒で、いやそんなに休みいらないよっていう人もいたりすると思うんだよね。結構ね、自分がそんな感じで、そんなに暇って暇じゃないけど、まあ超大手企業だったりするとね、まあ給料の問題ですよね。ほんとね、休みが多いと給料が減っちゃうとかさ、そういうのもあったりするから、できるだけ仕事はしたい。まあでもこういうね、せっかく休みがねあるんだったら、まあちょっと動画いろいろやらないといけないことがあるんでね、そっちにちょっと力入れたいなっていう気はするんだけど、まあそう考えるとやっぱり休みは必要か。よし、できた、入ってよ。でまたこれか、こう見てのこれだね、こっち3つ。こんなね私なんですけどね、結構毎日ね全力で生きてるっていうところはあるので、なんだかんだね本当に連休じゃない土平日みたいな日ってね、時間がなかなかないんだよね。その全力っていうとちょっとかっこいい言い方なのかもしれないんですけどね、俺は毎日全力で生きてるぜみたいな ね、かっこよく聞こえちゃうところはあるんですけど、ただまあ時間の使い方が下手っていうだけなんですけど、全力疾走しすぎて見失ってるみたいなところがねあるんですけど、まあでもあれだよね、なんか割と時間の使い方が下手くそだわ。なんかちょっとこのボンド、 ABS 用のボンドの雰囲気がちょっとおかしい、違う、なんて言いましょうか、なんか変な感じだな。そうだからね、時間の使い方が下手すぎるのか、どうもいつもいっぱいいっぱいになっちゃうな。まあね、たまにはね、じゃあ動画休めばいいじゃんっていう話なんですけどね。いや、なんかこれはこれでこういう風にちゃんとやっておきたいしなっていうね、変なこだわりがね。なんかあれと一緒ですよ。ご飯を食べるときにデザートがないと気に入らない人と一緒の感覚ですね。デザートも含めてご飯を食べたっていう感じみたいなさ、感じで、まあ、私からするとね、飲み物と一緒で、ご飯食べてなんかお茶最後飲むみたいなさ、そんな感覚ぐらいですね。なんかそのやっぱり一日過ごしてね、いくら仕事してとかで疲れてとか言って感じでも、やっぱりなんか動画撮らないとしっくりこなくて、ってあー撮りたかったなーみたいなさ、そういう感じに襲われるんで、まあやっぱりね、休めばいいじゃんっていう気はするんですけど、まあね、一日ぐらいみたいなさ。だけどご飯を食べない日はないっていうぐらいの感覚レベルですね。だから撮っちゃって、まあいわゆるね、好きだからやってるってところなんでね、使命感はないかっちゃ、まあないことはないけど、どっちかっつったらやっぱりまあやっぱり好きでやってるんで、まあこうやってねプラモデル作るのもね好きだしね、まあ、これはプラモデルかってまた微妙なところだけど、本当これなんか作るの3つ目に感じるな、全く一緒だなこれ。なんか ABS の接着剤がなんか変な感覚だな。よし、できた。なんでだんだんやることちょっと覚え始めてきた。3つ目になると、4つ目なんかもう説明書見ずに作れそうなレベルだわ。ピチッとつけてニュッと、でー
黙っちゃったよ。あ、しまった、メールを返すの忘れとった。どうでもいいこといきなり、なんかどうでもよくないけど、しまった、忘れてた、メール返そうと思って。なんかいろいろやってると忘れちゃうよね。よっと、できたよ。ちょっと後でメール返しとこう。ちょっとなんか入りがスカスカだな。まあいいか。意外ともなんかこのシルバー、つや消しな感じながら結構好きなシルバーだな。色味がね。オフシルバー。なんか外れそうだな。怖えな。いい、ちゃんとね、休みになったらちょっと動画いろいろやろう。 OK。 で、そう、こっから違うのがこの、これが短いんだね。で、これもまた番号が書いてるのかな。書いてるね。1番2番、これも1番かな。じゃあ1番で、この2番をの、これをここに刺すよという感じなんですけど、接着剤をちゃんとつけて、これをここにズッドーン、これもズッドーン。よし、オッケー、できたよ。いい。はい、完成です。うにゅ、ね、短い、前回作ったやつ、こっち、すっごい長さが違う、倍以上違うね。3倍ぐらいの高さの差がある、シャフトのね、長さ。まあこんな感じでございます。ということでですね、ちょっと前回に比べてこんな感じなんですけれども、これで今46か、ほんともうちょっとで折り返しだな。よし、ということでね、今回もこんな感じだったんですけれど、サムネ用のやつをちょっと残しておいてですね、よし、この辺にしておこうかしらと思います。今回はここのね、あのバネ板をつけてですね、こんな感じでございました。ということでですね、またね、次回アシェドさんからね、キット提供いただきましたら、またね、続きやっていこうかなと思うんですけれど、次回は何ですか。リーフスプリングの取り付けと三連装プとミサイルポッドの組み立て4ってなっておりますので、多分これのね、反対側のやつで、これもって感じですね、だと思うので、まあ、ちょっとね、飛ばしかもどうかなって感じですけどね、また見ていただけたらなと思います。ということでね、今日はこの辺で、どうもどうも。